ょっと、うん、俺世代の曲いっぱいありがとうだって、こちらこそ。いや本当に楽しかった、楽しかったけどちょっとね、もっとできたなってところもあったので、ありがたいことに 2days なので、うん、頑張ります。明日で、うん、行きたいと思う。うん。うん。うん。楽しみ。髪型可愛かったって、イエーイ。これはトリュフ味。今日のお洋服可愛かったって、嬉しい。あのワンピース可愛いよね。あれお気に入りです。うん。うん、てか今日から新しくさ。嫌なのに、これ今日トマトパスタ飛ばしちゃった。めっちゃ可愛い服なのに最悪。うん、うん、てかね、腹が減っては戦ができない。食べないと。楽しかった。今日はね、始発でね、収録でした。うん。だからめっちゃね、眠くて、眠かった。から今日はいっぱい寝ます、うん、全然知らないコットンクラブに一回行っちゃったんですよ。焦った、うん、でも本当に楽しかった。でも明日はもっと楽しむ。うん。今日来てくれた人楽しんでくれたかな。本当一瞬だったよね。マジで。一瞬で終わった。配信も高画質だった。だって嬉しい。配信ね、どんな感じなんだろう。1時間ね、めっちゃ早かったよね。うん、めっちゃ高画質でアップ多めでよかった。だって、らしいですよ皆さん。うん、買いました。って、やった、お買い上げ。来週も見ないと。見てください。
いや本当にね、生演奏って楽しいです、歌うの。本当に感謝しんさん、もうね楽しい。アクスタ飲んでくれました、皆さん。買ったよ、だって嬉しい、大好き、愛してる。ダイリナさん、とにかく顔好みです。嬉しい、優しい。アーカイブもお金払って買ったよ、だって優しい。ね、明日はもっと頑張ります。コットンクラブ行くの緊張する、だって、ね、あれ緊張するよね、入るとき。ケーキどころかポテチ食うてる、だって。いやでも今日頑張ったから、明日も頑張るから食べてる。ご褒美大事。ストーリー最高だって嬉しい。でも本当にね楽しかった。あとでせとりあげてね、だって。うん、明日全部終わったらあげるね。美味しい。てか止まんないんだけど。たー止まんないよ。もうちょっとゆっくり食べなさい、だって。全然今日の話しないじゃんってきた。なんか明日も来る人いるからネタバレになるかなと思って。でも本当に今回はリハーサル2日間やって、本当楽しみでワクワクで、あっという間でした、時間。まあこの前1回目の時はすごくなんか時間が長く感じた。でも今回は本当秒で終わった。だからまだライブ気分が続いてるって感じ。なんでこんなさ早く終わっちゃったんだろうって思う。
うん、ねえ、なんだこんな早く終わっちゃったんだろう。2回目だからかな、だって。なるほど、めっちゃ早く終わっちゃった。なんか一瞬だった本当に。うん、全然緊張してないように見えたけど、どうだって。え、全然緊張してなかった。うん、楽しい時間はあっという間。なるほどね。うん、めっちゃ楽しかったよ。なんか見てくれてた皆さんもなんか優しい眼差しで見てくれて、あーって幸せだなって思った。うん、なんか楽しんでるように見えた、だって。着替えた服のスカート可愛かった、だって。嬉しい、今日買いました、あれ、ズボン今日買った。うん、明日の衣装も可愛いので楽しみにしててください。お、タワー立った、うん、ホワさん、ホワさんがタワー立ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。ホワさんありがとう、イエーイ、ありがとうございます。ありがたわすぎるね、バースデーライブだからね。なんか、うん、本当たくさんの人に会えて、こうやってバースデーライブで会えて嬉しいです。うん、ゆっくり休んでなって。はい、分かった。メイクはしてもらいました。してもらったよ、メイクは。眠い。もう25か、だって。え、それなのよ。もう25なのよ、私。うん、お風呂頑張ってね。ありがとう、頑張る。バースデーライブだから誕生日にしたかったの、だって。そう、誕生日になりたかった。でも24歳最後のライブが自分のソロライブで、めっちゃ幸せです。しかも配信も全部公演あるし、見に来れないよって方も見てもらえるし、現地にも来てもらえるし、オリジナルメリューも作れたし、 T シャツもグッズも作れたし、なんかこうやってね、なんか一つ一つ積み重ねて成長していきたいなって思う。うん、ね、コットンクラブってめっちゃすごい場所だからさ。そう、なんか終わった後、なんか偉いスタッフさんが見に来てくれたんだけど、めっちゃアドバイスもらった。なんかさ、ライブとかさしててさ、普段アドバイスもらうこととかそんななくて、なんかそうなくてね、なんか自分らしくやってたんですけど、今回のライブ見て、MC ではこうこういうこうのがあんまやめといた方がいいとか、そうこうした方がいいとかってめっちゃアドバイスくれて、なんかそういうの結構初めてで、めっちゃ嬉しくて。なんかこのライブって全部自分でやってるから、なんかプロデューサーとかいないから、なんかどうしたらいいのか分かんないことも多くて、自分で何とかしなきゃいけなくて、そうだから試行錯誤なんですよ、全部。だからそういったアドバイスくれる人がいて、めっちゃありがたいなって思いました。うん、そう、全部自分で、だからそう、
明日頑張ります。うん、徐々に良くなればいいよ。分かった、うん、明日も期待だって。期待しててね。今日はセリカが見に来てくれました。忙しいのに稽古終わりにわざわざ雨の中見に来てくれてめっちゃ優しい。仕込みよかったよって。うん、優しいです。うん、しかも白いよね、あの子だって。白い白い、うん、ね、明日も頑張りますってことでね。もう私ちょっと寝不足なので今日は早めに寝たいと思います。みんなありがとう、明日もよろしく。じゃあ最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位ロッピー、12位中堅、11位マーアットオダシ、10位ひとくまさとる、9位マコピー、8位ひのと、7位直樹、6位きつね、5位みやちゃん、4位なおなお、3位くるりん、2位ほわ、そして1位はカンタアットカンカン。イエーイ。じゃあみんな明日も楽しもう。バイバーイ。